新ポトンは、中華民国初期の公開政党、1913年5月29日に成立した。1912年末からの衆参両院選挙では、総教人率いる国民党が両院で269議席を得る、圧勝を収めた。第2党の共和党は120議席、第3党の統一党は18議席、第4党の民主党は16議席に、 それぞれとどまっている。今日は、統一、民主の三党は、遠政外を支持し、国民党に対抗するために、大同団結して新歩党を結成したのであった。主な収旨として、以下の三点が挙げられる。国家主義を採用し、強力に全政を実施する政府を建設する民意を尊重し、法が付与する自由を擁護する世界の大勢に順応し、平和、実利を増進する。 主な幹部としては、以下のものが挙げられる。三党の大道団結により結成された、新歩党だが、内部では、必ずしも、意見統一が取れているわけではなかった。例えば、民主党出身の孫博士は、党務部副部長に任せられたものの、両警長の遠征外に接近する姿勢に失望し、実際には新歩党に加わらなかった。また、 民主党の有力者が中枢を占めていることに不満を抱いた旧共和党内のグループが間もなく新歩党を離党して共和党を結成したりしている。新歩党は遠征外政府を支持する政党ではあったが第二革命後になると国会に残留した国民党恩憲派と連携することで国会運営の円滑化を図るようになる。これを見た遠征外は 1913年9月18日に新たな親縁御用政党として公民党を結成させた。10月6日には園政外と両市の指示の下で軍、警察が国会議場を包囲する中で園政外が正式に大総統に選出された。新歩党はますます危惧を抱くようになり、同年10月21日には国民党、新歩党の有志が 民の離党を結成する動きも見せた。しかし、11月4日に、遠政外が国民党籍の国会議員438人の議員資格を剥奪したため国会の開会が不可能となり、11月15日の正式な停会をもって、新歩党は事実上崩壊した。その後、両警長ら新歩党の有力幹部の多くは、1915年12月の 遠征外の皇帝即位に反発し、五国戦争を発動することになる。ありがとうございます。